こんにちは、みなみです。はい、今日は何するか私知ってるんですけど、今日の企画説明はママにしていただきたいなと思います。はい、こんにちは、みみママです。はい。はい、今回はですね、はい、みなみさんに前にインスタで、はい、偏見を答えていただいたかと思うんですが、はい、今回はみなみの噂答えちゃいまーす。やっぱりいろんな噂があるじゃないですか、はい、本当なのっていうのをね、たくさんいただくわけです、声を、はい、なので今日はね、インスタの、まあ、ストーリーでね、いい噂も悪い噂も聞いたことある噂を書いてくださいっていう感じでね、はい、もうたくさん届いております。はい、まあ、そこから選んで答えていきたいなと思います。はい、はい、真実はいつも一つです。はい、それではスタート。はい、じゃあ早速ね、聞いたことがある噂を、はい、みんなから募集したので、それにみなみさんに答えていただこうと思います。答えたいと思います。もうほぼ悪いのしか来てないです。はい、なんで答えていきます。早速やっていきましょう。はい、まだちょっと優しいものから。はいはいはい。373回告白されたのっていうみなみってこと。そう、なんか TikTok でそれがすごい伸びてて、はいはい、なんか私がさ、ネーネーの部屋で生活するみたいな動画で、あ、毎日告られてそうみたいなやつに、うんうん、なんか私が会ったことはあったけどって言ったんだけど、はい、それは毎日告白されることじゃなくて、はい、クラスの子に告白されることはあったっていう意味で、はいはいはい、私が紛らしい言い方をしてしまったのは申し訳ないんですけど、はい、なので373回告白してみんな振ったみたいなの TikTok が流れてきたんだけど、はい、そんなことないです。はい、はい、次、海のレアガが回ってるけど大丈夫かな。はい、早速これたくさん来ました。心配の声が届くんですけど、はいはいはい、まあ嫌ですよ、そりゃ嫌だし、多分ダメなことだと思います、私は。だからまあ普通にちょっと良くないなって思います。はい、はい、私だけの顔写真じゃなかったりするので、まあ、良くないなと思います。これは噂というか、よく来るから回ってるよって、ね、回ってるよっていう、はいはいはい、まあ、たくさん来る。もうそうだね。あれはレアではないですね。はい。ルイカちゃんに冷たい時があるっていう、噂を聞いたことがあるとか、ルイミミ不仲説、ルイカちょっと仲悪いってめちゃくちゃ来ました。まあ笑ってるけど、ちょっとね、笑っていいのかわかんない。ああ、まあね。そう見えちゃう動画とかもあったりしたのかな？ですね。まあでも、目に見えるものが真実とは限らないんです。結構レイカさん動画になるとすごいクールになっちゃうんですよ。そうです。確かにネーネよりは喧嘩します。喧嘩するけど不仲とかじゃないし、ただの兄弟なので。そうなんですね。ただの姉妹なので、喧嘩する時もあるし、喧嘩の直後に撮った YouTube とかも確かにあったかもしれないし、それが多分悪い雰囲気だったのかもしれないし、でもそういう雰囲気にしたのが悪いね。ちゃんと切り替えなかったのが悪かったね。そうそう、悪かったね。うん。だからそういう、そう、誤解を招くようなね、その動画になっちゃったから、ね。だったから、それは私が悪いんですけども、マジでそんなことないです。うん、性格が似てるんです。はい、結構ね。はい。だから、まあ、ぶつかるときはぶつかるし、うん、すごい仲いいときはすごい仲いいんですよ。多分ね、兄弟がいる方ならわかると思う。はい。まあ、そんな感じなので、普通の兄弟と見ていただければ。はい。ね。ありがたいです。はい。人をいじめてたって聞いたんですけど、本当ですか？あら。はい、いじめてません。さすがに。はい、っていう感じですね。これはもう、いじめてませんとしか言えないです。はい、さすがに。ですね。はい。これね、TikTok で回ってたんです。すごい。私も知ってます。プリクラでファンの方は睨んだ。あったじゃん。ありましたね。で、その時に、ねえねえが盗撮をされてて、だから、その、ちゃんと証拠みたいなの、ちょっとリアル。でちょっとそう作ったんだよみたいな、そうそうって感じでちょっと作られた TikTok があって、はい、それについて反応しなかったので、すごいコメントとかも来ちゃうんですけど、睨んでません。あとその内容に男子高校生には優しく手を振ってたみたいなとかもあったんですけど、そんなこともなくて、私がなんで反応しなかったかっていうのは、その方の感じ方もあるじゃないですか。だから私は睨んだつもりマジで全くないんですけど、もしかしたらその方は睨まれたと感じた、本当に感じたのかもしれないし、その辺はやっぱり分からないじゃないですか。ただみなみが話しちゃうと、その子が嘘ついてるっていう風になっちゃうのも、うん、なるじゃないですか。あれだから反応はしなかったんですね。しなかったんですけど、私はそのつもりは一切なかったです。はい、はい、もしそう感じしまったのは申し訳ないね。そうだ、申し訳ないですね。はい、はい、
みなみちゃんって目と鼻整形してるらしい。あらま、してないです。はい、はい、あの前髪って結構くるんですけど、私もともとハム目っていうのかな、ちょっとこう二重がぷっくりしてるじゃん、なんかこう肉が乗ってるような、うん、それがちょっとなんか前髪に見えるらしいのよね。あ、そう、あと鼻を初めて聞いたかもしれない。ノーズシャドウの腕が上がったんじゃない。ノーズシャドウの腕が上がった、まあ、もしする場合はきっと YouTube にすると思うので、うん、します。隠すことではないかなって自分的に思ってるので、もしする時があれば言います。これも初めて聞いたんだけど、うん、髪色は全て推しカラーって聞いた。知らなかった。知らないよね。私も初めて聞いたんですけど、うん、全然そんなことないですね。はい、ただの好みです。やりたい色をやっております。はい、そうです。はい、で、優しい方がいてちょっとスクショしちゃったんですけど、はい、私は悪い噂は信じてませんっていう。ちょっと嬉しくてスクショさせていただきました。はい、ありがとうございます。この活動をしてるので、基本その行動には気をつけなきゃね。みんなっていう話をしてるので、うん、そうです。私たちはその感謝の気持ちしかないので、そう、話しかけていただいた方にそんなことすると思います？皆さん。なんかそういう感じで捉えてください。はい、はい。付き合ってるとか聞いたことあるけど、噂されてて耳かわいそう。有名な方？はいはいはい。と付き合ってるみたいな噂があったんですけど、はい、付き合ってないです。それすごいね、結構コメントとか来てたんですけど、付き合ってないです。私その方結構私が TikTok 始める前とか始めたての時から見てて、いいねをしたわけです。普通に単純にすごいな、かっこいいなっていう意味合いでいいねしたんですね。でもいいねなんてたくさんの方に見られるわけじゃないですか。だからそこで私が何も気にせずいいねした、はいはいはい、して、まあ、そういう噂になっちゃったのは、私そのことの発端が私のいいねなので、まあ、ちょっとそこは私が悪かったなっていう感じなんですけど、いいねしたから推しとか付き合ってるとかではないです。はい、はい、次、これもね、あった。学校にアプローチつけてる。おお、あの私のね、中学のね、そのレアガとかでさ、回ってたのよ。私がアプローチつけてて、学校でみたいな。はいはい、中学卒業したので、今もうその学校のルールがどうかわかんないんですけど、私の時つけてても特に何も言われなくて、学校の校則としてアプローチがいいかダメかはっきりはわかんないんですけど、高校入試の時は外してくださいって言われてて、それ以外は普通に先生とも接してて見えてるわけじゃないですか。そこで別に何も言われなかったのでつけててましたよ。こちら、本名が小笠原みなみ。はい、わお。はい、私小笠原みなみです。はい、あの別に隠してるとかじゃなかったんだけど、別にただ公表してなかっただけ。小笠原です。私は、はい、小笠原です、はい、小笠原です。なんかその読み方がわからないっていうこととか珍しいみたいなのを見たんだけど、はいはい、でもあと小笠原とみなみ、みなみってなんか温かそうみたいな、はい、温かそう確かにみたいなコメントを見て、もし本当だったら温かそうみたいな、はいはい、フルネームでやるっていうよりかは別にみなみの方がみんなわかりやすいし、ずっとそれでやってるから、はい、みなみでいいかなと思ってて言うだけです。はい、 TikTok とかブロックするっていう噂。おお、うん、ブロックはしますね。私を装ってコメント返信をする方がいるんですよ。それでみなみちゃんかと思って喜んでたのにみたいなファンの方がすっごいいて、それでブロックしたりしますね。あとはすごいしつこいあのコメント、うん、あの嫌な。嫌なコメントね。はい。とか、私は別に気にしないんですけど、それを見たファンの方たちが、やっぱ嫌な思いというか、いい思いはしないと思うので、まあ、そうですね。ブロックしますね。ブロック機能あるので。はい。はい、金縛りに良くなる。なんで知ってんの？結構いろんなとこ言ってるけど。言ってるね。そうですね。金縛り、今日もなりました。実は。はいはい。なんか、昼寝するとなるんです。はい。本当です。本当です、これ。はい。頭が臭いってさ、めちゃくちゃ来るんだけどさ、あのさ、あったよね、この間。偏見募集した時かな。嗅いだことあんのみたいな。嗅いだことがあるみたいな。それがめちゃくちゃ TikTok で回ってくるんだけど。そう、頭臭くないです。じゃないけど。ママが証言してあげます。証言ね。うん、はい。はい。はい。臭くないです。臭くないです。はい。めちゃくちゃ来たからね、これ。マジ、なんでって思った。それみたいな。告白された？うん、何回も告白されたとか、うん、100回とか373回とか、彼氏100人とか、あ、彼氏100人いませんで、あとスクショし忘れたんだけど、元彼が2桁みたいな。あ、そんないません。いませんね。いません。ごまたしてたらしい。
ごまたってなんだ。ごまたまず二股もしたことありません。はい、ではちょっとママがね、このみなみさんの噂は、噂、あ、夏耳恋人説。いや、ないです、ないです、それはないです。はい、それはないです。ああ、ファンの子のプレゼントのコスメ断捨離で捨てたってやつ。あ、捨ててません。あの、はい、前も言ったと思うんですけど、捨ててないです。で、動画で別の方に保管するっていう風にしっかり言ってるので、まあその通りです。これね、あのママがね、ちょっとね図が出てしまったというか、あー、あれね、撮り方が怖いとか、結構ね、あの、耳ママの、そう、グイグイだったからみたいな、そう、耳ママさん怖いみたいな、すごいきつんですけど、あんぐらいテキパキやってもらわないと、あの、無理なので、あの、この人掃除本当に下手くそなの。はい。はい。まあ、そんな親子が出てしまったというね。はい。TikTok で流れてきたやつで、うん、まあ、勘違いさせちゃって、みなみさんが、あの、ストーリーでね。ストーリーで、あの、回答したやつもあるんですけど、多分他のにもね、うん、きっとあると思うんですが、あの、すべて残ってるので、使い切ったものはもちろん捨ててるんですけど、男子の動画でも売ってるんですけど、保管してあるので、そこはね、ご理解をいただけると嬉しいです。はい。これは噂じゃない。噂だとしたら本当だわ。笑い方やばいらしい。いや、それはやばい。確かに。何層法教えて。これは噂ではありません。本当のことで。いや、本当です、それは。実はみなみちゃんがるいかちゃんに身長5センチぐらい抜かされてるっていう噂聞いたことある。そんな噂はないって。あるかもしれないけど、違うって。まだ3センチぐらい勝ってるから。やめてよ。え、怖いっていう噂流れてたって言ってるよ。私が？うん。でもなんか初対面コミュ障が出るんですよね。本当にこればっかりはね、どうしたらいいんだろうって考えてる時間があって、多分その時も結構怖い顔してんのかな自分。かもしれないよ。もしかしたらそうかもしれない、うん、だから怖かったって思わしちゃった方もいるかもしれないですけど、でもね、自分的にはね、感謝の気持ちをね伝えようと必ず思ってますね、はいはい、はいはい、だからそんなつもりはマジでないです。いいじゃない、いつでもおしゃべり。はい。ほら。来てますね、ちゃんとなんか。いっぱい来てますよ。本当のことですね、それは。これは本当です。あ、家での話ですね。はい。ノンストップで喋ります。昨日もね、ね、うるさいって言われた。ちょっと黙らないな、みたいな感じで言われましたけども。あと私、早口らしくて、なんて言ってるか分かんないってめっちゃ言われます。でも自分的にはちゃんとテキパキ喋ってるつもりなんですけど、うん、ごめんなさい、なんか。みなみちゃんって実の姉がもう一人。実の姉？うん。え、三姉妹だから、もう一人はいませんよ。いませんよ。ママたちに隠し子がいるってこと？ってこと？いません。いません。いません。あ、これ、確実に答えてないんじゃない？みなみちゃん、彼氏いる説。そうだね。答えたことないね。うんうん。そうだね。今までも答えなかったというか、報告しなかったので、これからもね、まあ、報告はしないと思います。はい、はい。ですね。いる、いないに関わらず、公表はしないと。しない、はい、今までもそうだったので、うんうん、あ、1ヶ月に3回は告られてる。ないない。だからさ、みんなさ、本当にさ、少女漫画みたいなことを言うの。1日に3回とか、クラスの人全員に好かれてそうみたいな。ないです。はい。ないです。こちらも噂されてましたね、うん、ディオールの70万のカバン使ってるって本当ですかって TikTok で流れてきました。本当です。あれは、はい、ヒカルさんとのコラボ動画を見ていただけたらわかると思うんですけど、私の誕生日プレゼントとしてプレゼントでいただいたものですね、使わせていただいてます。はい、はい、コラボ動画公開する前に私が新大久保で使ってた時があって、新大久保の企画でね、はいはい、だから多分みんな知らなかったじゃん、ヒカルさんからのプレゼントみたいな、ね、はいはい。みなみちゃんの噂ではないけど、耳まま30代後半っていう噂を聞いた。はい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 。何何何つった？耳まま30代後半っていう噂は聞いた。おー。うん。だってそうだもん。イエス。うん。噂というか本当です。本当ですね。はい。はい。名字と一緒で別に隠してはないけど。言うことじゃないな、みたいな。あえて、その別にママの年齢。でもさ、言わないことってみんな気になるんだよね。ああ、なるほどね。多分ね。ああ。だから、いろいろその、憶測が飛ぶ。そう。なるほど。ママ、今年37になりました。はい。パパとママね、同い年ということで。はい。同級生ですね。はい。そういうことです。はい。中学校の頃、学校行ってないの、ほんと。ごめんなさい、私学校大好きでした。真逆でした。不登校なんですか、はい、みたいな。
学校行けよみたいな、すごい来るんですね。何をどこで不登校って聞いたのかなみたいな、うんうん、まあ噂で、まあ、噂そうなったんだよね、だろうね、うん、すごい学校大好きで、うん、大好きでしたね、毎日のようにね行ってましたね。でさ、ちょっと疑問なこと言っていい、うん、なんかレアガーとしてさ、私の修学旅行の写真みたいなのが流れてきたんだけどさ、うん、待って、私修学旅行行ってないと思ってコロナであの中止になっちゃったので、そう、中止になったので、はい、何の写真なんだろうなって、うん、ただの疑問ですから、はい、ですね。あと私じゃない全然違う全然違う子も、みなみちゃんって言われて、そこを丸されてたんですね。はいはい。どこのどなたかは分かんないよ、本当に分からないんですが、ちょっと本当にね、申し訳ないのでやめていただきたいですね、はい、それはね。はい。ということで、あんなこんなみなみの噂に本人が答えてみました。なんかすっきりしたかもしれない。ね。ちょっとね。そう。はっきり言うことももちろんできるんだけれども、ここであえて敏感に反応してもっていうのもあったし、ということでね、今回ね、ちょっとね、あの、いい噂も悪い噂も、はい、あの、みなみさんにね、聞いて答えてもらいました。はい。はい。これからもそういうの似たような、はいはい、何の方を睨んだとか、そういう噂が、まあ、あるかもしれないんですけど、そんな噂を聞いたら、あ、じゃあ勘違いされちゃったのかなって思っていただければね。うん、そう。はい。そうですね。はい。されないようにも、もちろん気をつけますので。はい。はい。ということで、終わります。せーの、最後見てくれてありがとうございます。それではバイバーイ。バイバーイ。あのさ、動画仕上がってさ、ママ確認するじゃない、うん、あの自分の声がキモすぎてだってみんなどう思う声だけだから結構テンションを上げないとって思ってるのよ。確かに顔見えないとさ、やっぱりそのどんな表情で話してるのかとかさ、わかんないからね。だからその断捨離の時もママふざけてはいこれもみたいな感じで顔やってんのね。はいこれもダメ、はいこれもみたいな感じでやってんの。だけどその顔見えないから、ただこう奪っていくみたいな、多分見えちゃったと思うんだよね。そう、あれ超笑顔だったんだけどね。そうなんだよ、明るい感じでやってたんだけど、まあ確かにそうも見えるなみたいな、うんうん、私はヒカルさんとのコラボ動画で、うん、なんかちょっと自分の声聞きたくないわって思う時ある。ああ、緊張してるし、そんな声がちょっと違うし、うんうんうん、みたいな。緊張するよね、それはね、うん、しない方がね。そうですね、普通はあのねえねみたいになります、はい、ねえねはやばかったねもう喋れなくなる。はいはい、ということでバイバーイ。バイバーイ。